皆さん、こんにちは。容姿、演技力が高く評価され、日本の代表する俳優となっている小栗旬さん。そんな小栗旬さんは、プライベートではモデルである山田優さんと結婚されて、お子さんは3人いらっしゃるそうです。あまり子供のことを話されない印象がある小栗旬さんですが、なんと小栗旬さんの子供はダウン症という噂もあるようです。そこで今回は小栗旬さんの子供の病気や3人の子供についてご紹介します。なぜ小栗旬さんのお子さんがダウン症であるといった噂があるのか調査してみたところ、2015年6月放送の新厨房ですよに小栗旬さんの妻である山田優さんが出演していました。その時に第一子の子育てについて問われると、山田優さんは授乳したらすぐ寝てくれるし、すごくいい子で楽しい、夜泣きもなくて楽しいと話しており、この発言から世間では赤ちゃんが夜泣きせずにすぐ寝てくれるなんておかしいのではと、夜泣きしない部分だけがクローズアップされて、もしかしてダウン症という噂が広がったのだそうです。今回小栗旬さんの3人のお子さんについて調べてみましたが、噂になっていたダウン症についてはデマであることが分かりました。赤ちゃんは年齢や個性によって夜泣きしないこともあります。夜泣きしない、すぐ寝てくれる、ダウン症ということは決してありません。ちょっと乱暴な解釈によって小栗旬さんのお子さんがダウン症であるというデマの噂が広がってしまったのでしょう。また小栗旬さんが子供の情報を非公開にしていること、出産が予定日よりも早かったことからもダウン症疑惑が生まれているようですが、こちらもダウン症であるという証拠がないですし、信憑性も低いことからデマであると考えられます。世間から勝手な解釈で子供がダウン症と言われて、小栗旬さんも山田優さんもショックだったことでしょう。続いて小栗旬さんの3人の子供について、性別や年齢、学校などについてご紹介します。実は先ほども少し触れたように、小栗旬さんは自身の子供の情報は公表されておらず、詳しい情報は分かりませんでした。ネット上ではいくつか噂になっている名前などありましたが、根拠がないので不確かなようです。ちなみにネット上だとスイちゃん、メイちゃんという名前ではないかと言われているみたいですね。山田優さんの弟である山田慎太郎さんがツイッターで、メイが可愛いと小栗旬さんの第一子誕生のニュースを受けてうっかり発言していたことがありました。山田慎太郎さんはすぐに削除されたようですが、この投稿によって小栗旬さんの第一子の性別が女の子であることが判明しました。姪っ子の誕生に喜び、うっかり性別を明かしてしまった山田慎太郎さんですが、それだけ誕生を心待ちにしていたのでしょうね。また山田優さんの弟である山田慎太郎さんは過去に障害があるのではと噂になっていました。山田慎太郎さんはヘキサゴンの収録中にバッタがいると一人で騒ぎ始めたことや、突然ポケットから沖縄銘菓チンスコーを取り出し司会の島田紳助さんに渡そうとするなど、以前から気候が目立っていました。ちなみに後から本当にバッタがいたことが判明し、山田慎太郎さんの妄想ではなかったことが明らかになっています。こういった背景から叔父にあたる山田慎太郎さんに何かしらの障害があるのではということは子供にも障害がと世間で噂に上がっており、子供にも障害があるのではとも言われていたそうです。また小栗旬さんの第一子である娘さんはドラマに出演していたことがあるそうです。2015年に放送されたドラマ「コウノドリ」の最終回で小栗旬さんが実の子供と共演されたとして、ネット上でとても話題になっていました。実際に子役として登場していた子が本当に小栗旬さんのお子さんであるのかどうか、真偽ははっきりしていないようです。ですが世間の声では小栗旬に激似、目元とかそっくり、似すぎてて本当の子じゃなかったら逆に不思議と言われていました。山田優さんが自身のブログに子供を抱いている写真を上げていたので見比べてみましたが、コウノドリに出演していた子とかなりそっくりだったので、実際に
自身の子であるとグリ夫妻が公表しているわけではありませんが、間違いないと考えられます。またこの時の子供の役名がメイちゃんだったことから、小栗旬さんの第一子の実名もメイなのではないかとも言われているそうです。しかしながら、子供の情報を完全非公開にしていながら実名でドラマ共演するとは思えないので、メイである可能性は低いでしょう。また第二子第三子の性別は完全に非公開で不明でした。小栗旬さんのお子さんの情報は基本的に非公開になっていますが、山田優さんのブログにはたびたびお子さんとのツーショット画像などが挙げられています。しかし以前、自身のブログに載せたお子さんとのツーショット画像が原因でブログが炎上したことがありました。一見すると何の問題もないような写真だったのですが、実は写真を撮っていた場所に問題があったのでした。山田優さんは当時生後2ヶ月ほどだったお子さんを連れて居酒屋に行き、2時間ほど滞在していたそうです。このことから世間では、生後2ヶ月の赤ちゃんを人混みに連れてくなんて信じられない、お酒を飲む場所に赤ちゃん、居酒屋なんてタバコの煙とかで空気悪いのに子供をアクセサリーとして扱ってそうと、山田優さんは母親失格だとする厳しい声が多数上がり、大炎上となっていました。確かに生後間もない赤ちゃんは免疫力が低いので、昼間の日が当たる時間帯に少しずつ外出に慣れさせることが好ましいと言われています。さらに居酒屋での目撃情報が12月だったため、風邪やインフルエンザが流行する時期ですし、夜はかなり冷えます。大人なら軽い症状で済むような風邪でも、赤ちゃんは重症化してしまう恐れもあるので、赤ちゃんとの外出について神経を使っているお母さんも多いでしょう。冬の夜に生後2ヶ月の赤ちゃんを居酒屋に連れていくとなると、かなりリスクが高そうですよね。それに居酒屋と聞くとタバコの煙で空気が悪いという状況も考えられます。このような炎上画がきっかけで、小栗旬さんや山田優さんはお子さんたちの情報を公表しないのかもしれませんね。続いて、小栗旬さんの子供が通われている学校についてご紹介します。小栗旬さんの第一子が通っている学校は1歳から通えるインターナショナルスクールではないかと言われているそうです。週刊誌の目撃情報から、世田谷区台沢にある台沢インターナショナルスクールが候補として挙がっていました。台沢インターナショナルスクールの授業料はなんと月20万円もするそうで、小栗夫妻はとても教育熱心なのかもしれませんね。また小栗旬さん夫婦は拠点をアメリカに置くことも検討されていたので、子供には小さい頃から英語を身につけさせようとしていたのかもしれません。そして小栗旬さんの奥様の山田優さんと子供3人はアメリカのロサンゼルスで生活されていたこともあったそうなので、小栗旬さんの第一子はロサンゼルスの小学校に通っていた時期もあったのではないかと思われます。小栗旬さんの第二子と第三子が通っている学校の情報に関しては見つけることができませんでしたが、第一子が1歳から学校に通っていたことを考えると、下の子2人も早い段階で学校に通っているのかもしれませんね。今回は小栗旬さんの子供の病気や3人のお子さんについてご紹介しました。小栗旬さんのお子さんがダウン症である噂はデマであることが分かりました。その他の情報は公表されていないため、詳しいことは不明なままですが、いつの日か小栗旬さんや山田優さんがお子さんについて話してくれることに期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。